皆さんこんにちは。今回の動画はメジャーセカンド269話、この269話で起きそうなことや今後の展開を予想していこうと思います。あとこの動画を最後まで見ていただいた方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。前回の268話では0対0で迎えた3回の裏の途中からスタート、藤見原の8番バッターがサードゴロで凡退となり2アウト。つまり2回の表、藤見原対魚住の1回目の対戦から3回の裏の途中までの内容がカットされました。なおカットはされましたが、ここまで両チームとも無安打。2回10球、3回も10球、自慢のまっすぐでゴリ押しではありますが、藤見原フリアは予定通り完投ペースで球数を抑えることができていることが判明。3回の裏、2アウトランナーなし、このケース打席には9番滝を迎える。打つ答え滝、1回目の対戦。この対戦はあっさり決着、息子は滝から空振り三振を奪い3アウト。ムツコ対滝の1回目の対戦はムツコの勝利。この回もムツコは無失点ピッチングに成功し、4回の表、ここまで両チームとも無安打ということで、この回の先頭バッターは2巡目となる1番千里。フリア対千里、2回目の対戦。この対戦は千里の勝利。セカンドへの内野安打で出塁に成功。なおこの内野安打がこの試合両チームを通じて初ヒットとなっています。ノーアウトランナー1塁、このケース打席には2番ミチルを迎える。フリア対ミチル、2回目の対戦。この対戦2番ミチルはノーアウトランナー1塁ということで堅実に送りバントを決行。ミチルが転がしたボールはピッチャーフリアが捕球するも2塁へ投げず1塁へ。風林帯連合としては最高のケース。ワンアウトランナー2塁、このケース打席には3番沢を迎える。フリア対沢、2回目の対戦。この対戦は初球から風林帯連合が仕掛ける。今回のケース、ピッチャーが左投げのフリア、またキャッチャーが1回戦から弱点であることが判明した滝ということで、2塁ランナー千里は3投に挑戦し見事成功。ワンアウトランナー3塁、ここで藤見原キャッチャー、滝がタイムを取り、フリアの元へ。このタイムでは、フリアが滝の腫れた手について触れていた。現状、滝が交代すると、藤見原にはフリアのボールを取れるキャッチャーがいない。そのため滝のキャッチャー継続。そして前回の268話、注目ポイントの一つ。フリアが滝に対してこんなことを言っていました。あれとは一体何なのか。普通に考えるなら変化球とか。フリア対弥生の2回目の対戦は次号へ。269話はこの次から始まります。今回のケース、打席に立っている沢、前回の打席ではフリアのまっすぐに力負けし空振り三振に終わっています。一体2打席目はどんな結果となるのか。風林OBとしては2巡目から先頭の1番千里がヒットで出塁、その後送りバントや盗塁でワンアウトランナー3塁というチャンスメイク。フリアとしては現状まっすぐを強めに投げないと風林OBのバッターを打ち取ることができない。また2回からギアを上げているため疲労度も確実に蓄積されている。そのため主としては沢の一発に期待しています。今回のケースから考えられる風林帯の得点パターン。ヒッティングという強攻策を取るのであれば最低でも犠牲フライ。また藤見原の内野手は今回のケース前進守備をしていると思いますが、三塁ランナーが1番千里ということでボテボテの内野ゴロを打ち、この内野ゴロの間に千里が本塁生還1対0。また今回の試合、風林帯としては藤見原の先発ピッチャーがフリアということで大量手は見込めない。大会前の練習試合にはなりますが、沢のバッティングはダイゴやアニータのように好調ではない。そのためスクイーズというケースも十分考えられる。
仮に今回のケース沢が凡退したとしても、ゲッツーではなかったら4番大悟にまで打席が回ってきます。大悟の1打席目としては、フリーのまっすぐを強振するものサードライナー、もう少しボールの下を打っていればサードの頭を越え長打コースになっていた打球。よしとしては、初見でフリーの持ち味であるまっすぐに大悟は強振していたので、2打席目では一体どんなバッティングを披露するのか注目しています。2アウトランナー3塁、打席には4番大悟。理想としては、もう一段階ギアを上げてきたフリアから大悟がヒットを打ち、風林OBが先制。一体4回の表はどんな結末となるのか。そして今回の動画のタイトルにもなっていると思いますが、前回の268話の最後にフリアが滝に対して送った言葉、ならあれを投げるぞ。あれとは一体何なのか。単純に考えるなら変化球。フリアの特徴としては、左投げの本格派、ここまでまっすぐしか投げていない、まるで重野吾郎のようなピッチャーであるため、フォークやスプリットといった下方向に落ちるボール、なおフォークやスプリットといったボールは肘に負担がかかるボール、中学生という成長期でもあるため落ちるボールを制限している可能性あり。ちなみに沢様、今回フリアが発したあれとは一体何だと思いますか？ぜひコメントお待ちしております。なおここまで本書を見ている方ならわかると思いますが、今回の試合、複数名の選手のバッティングシーンがカットされています。中でも少し気になっているのが、風鈴OBの5から9番バッター。現状わかっていることは、全員凡退していること、連合チーム合流後初の背番号を1桁をもらった魚住、1打席目はどんな内容だったのか、大悟みたいに良い当たりを打つも問題、それとも手も足も出なかった。6番新田はバッティング好調ということで、2打席目からのバッティングシーンが描かれることを期待。789は飛ばし、この試合から9番を打つことになった相良、野手としてはこの相良から始まる攻撃を期待しています。以上、今回はメジャーセカンド269話で起きそうなことや今後の展開を予想していきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていて思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと X、インスタ、TikTok もやっておりますので、フォローの方お待ちしております。